あれが液体タンクの貯留槽の、あの天井だったんですね。あの天井だったんですね。はい、ちょっとこれ、はい、まあ、こっちが光明だけですね、こんな感じなんですけどね、はいはいはい、でこれがあの生ゴミを受け入れて、はい、破砕して、なるほど、発酵させるための埋蔵するところ、はい、こっちが飼尿ですね、飼尿浄化槽でを受け入れて、はい、中で水を飛ばしてですね、はい、それをこの2つを合わせてですね、合わせてで、あの、やる、あそこで発酵させるわけですね。ドームで。ドーム手前の。ドーム手前で。ああ、ドーム手前で。はあ、はあ、混ぜ合わせて、はい、で、約1ヶ月間ぐらい置いとくと、はあ、で、メタンガスがこう出てくるわけです、はいはい、メタン菌が、はい、検気性に置くとメタンガスが出てきて、で、メタンガスを今度、メタンガスをホルダーで溜めてですね。なるほど。で、それを、で電気を作るわけです。その電気、作った電気でこのプラントを動かすわけですね。で発電機はその辺に2階でこう、あで、その向こう側にあるドームにできてるんですが、はい、その最後に出る液体、消化液っていうのは消化液を溜めとって、でお米とか農作物の作物は時期がありますから、一番初めの元肥に使う分とか水とか一回一回溜めとってですね、その時期にこう散布するわけです。で要するにあれがあるかないかが、大きな違いでですね。なるほど。そういうことです。消化液。まだ、ちょっと。はい。やっぱ自分で処理していただくんですね。で、ここにはもう生ゴミしか減らないんです。はいはいはい。あ、簡単ですね。で、ここに溜まるでしょうか。で、また閉めて。業者がこれをこのまま持ってくる。業者は綺麗に洗って。業者は業者。板業者さんが回収してもらって。板業者。でこれを投入した時にこう異物をこう見て取り外していくんです。で生ゴミだけを資源化してまた綺麗に洗ってまた置くと。なるほど。三平。これから持ち込んで市の職員が確認してドロドロ溶かすわけですよ。ほう。燃やさないで資源化できる。でその資源化できた紙を元に、はい、トイレットペーパーを作ってもらって、こういうパッケージを市で委託して作ってくる。なるほど。これ東京の地下鉄かなんかの映像でパナソニックが流してくれたの。もうこの取り込みは。へえ。これ雑紙分別チャレンジブックで紙を分けるためにこんなもん雑紙ですって言いますよ、はい、ってこの袋に入れてもらって、はい、でこれ、うん、あ生ゴミ3割となるんだ。おもったいない、うん、自責療養と申し上げます、ね、どうぞお持ち帰りください。いっぱいお土産を。ありがとうございます。はい、これをお店に配っていて、このコースターで、あいいですね。これチュッボールしてるんです。すごい、これすごい。はい、そう。いや大事大事。こんなこと、役所の宴会も全然違う。そうね、皆さん初め感じの人は、うん、必ず始まる前に。うん、三丸一丸運動をやってますので、皆さんぜひ乾杯の後はゆっくり食事を楽しんでいただいて、その後回ってくださいね。大事大事大事。